私は小崎愛、とうとう漫画家デビューするのです。ありがとうございます。これなんだけどね、本当にあったエロい話、うん、やだやだ。私の妻はヤリマンでした。だから私許せないんです。あの人男はチンポ。ちょっと待ってください。ちっともわからない。男と女はややこしいな。本当に奇跡の夫婦なんです。どっちが気持ちいいんだ。それが私の復讐。書いてば黒ぼ。この時初めて香りと一つになれた気がしたんです。いや愛し合ってる夫婦がいっぱいセックスしました。じゃあ物語にもなんないでしょ。やだ好きだもん。そんなの関係ないでしょ。チンポ